こんにちは、TM コアです。今日はですね、我が家の、アドクガエルのオタマジャクシの毎日の管理をね、ちょっとご紹介しようかなと思ってます。ご覧いただいているのはですね、マダラヤドクガエルと、あと藍染ヤドクガエルと、コバルトヤドクガエルのハイブリッド個体ですね。で、今これはですね、生態大人のねケージの、排水をですね、こういうでかいペットボトルに、溜めてですね、でこの水を利用して、交換をしてます。で、まあ、水道水直接っていう形ではなくてですね、一回こうケージから取った排水をですね利用するような形にしてます。まあ、その方がね、なんかいいか悪いかちょっとわからないんですけども、成分的にねどうかっていうこともちょっとよくわからないですが、うちはその方が、まあ、死んでしまう確率っていうのが、少ないような気がします。例えばアルカリ性だったり酸性だったりっていうところが、まあ、酸性に寄ってるんじゃないかなというふうには思ってます。まあ、これを使ってね、このこう水の交換をねやっていきましょう。で、我が家ではですね、こういう形でペットボトルに入れた水をですね、このプリンカップで飼育しているところに、入れ替えるわけなんですが、10センチぐらいのちょっと大きめのプリンカップですね、これに1匹ずつ、オタマジャクシを入れてます。もう単独飼育をしている状況ですね。で、横にこういう形でマダラとかですね、これアイコバって書いてあるアイ染めコバルト、大きくなればですね、多分柄が違ってきますんでね、分かりやすいんですけど、小さいうちはですね、柄がはっきりしませんので、どれがどれだか分かんなくなっちゃうっていうのがあって、ちょっと横に名前を書いてます。で、こんな感じで下にですね、まあ、踏んだとか食べ残しがね残ってますんで、これを捨てて、で新しい水を入れてあげると、で餌をあげるっていう形のね、毎日のルーティンになります。じゃあ早速ですね、この水を抜いていきたいと思うんですが、私はですね、この水はスポイトで、水を抜いていきます。スポイトで水を抜きまして、でこれをですね、まあ、いらないこういうペットボトル、すごく汚いですけども、そこにこう排水するという形ですね。で、そこからさっきのね大きなペットボトルから水を取って、でここに入れてあげるという形をとってます。で、これをですね、全部やっていくわけなんですが、まあ結構ね、食べ残し、それとあと、まあ、糞がね、まあ、1日でこんな感じで結構いっぱいになる形なので、まあ、できれば毎日交換してあげる方がいいですね。ただこのぐらいの大きさになるとですね、まあ、そんなにこう水質に敏感ということではなくて、まあ、比較的鈍感な方だと思いますので、まあすぐに死んでしまうっていうことはないんですけども、小さいうちのねオタマジャクシはもう本当に毎日のように水を交換してあげて、あげないと、すぐ死んじゃうっていう形になりますね。で、やっぱりねヤドクガエルのオタマジャクシは生存率が結構低いんで、まあ感覚的、肌感覚的には 50% ぐらいかな、10匹いても5匹ぐらいしかね生存しない、で大きくなっていかないという形ですね。オタマジャクシでだいたい 50%、 そこから、上陸をして、できちっと成長する子になるにはですね、またそこから、数パーセント落ちていきますので、もう本当にねオタマジャクシから換算すると何パーセントぐらいかな、30% から 40% ぐらいの、生存率なんじゃないかなというふうに思いますね。10匹いたら3匹から4匹ぐらい、大人になれると。
できちっと成長できるっていう感じになるかと思います。で今ですね、この子たちはだいぶ足が生えてる子がいます。でまだ手は生えてないんですけど、今10匹ここで見ていただいてますが、10匹のうちですね、もう5匹は足が生えてます。でもうそろそろ手が生えそうだなっていう子があと 2,3 匹ぐらいいるかな。手はですね、顔の横からですねズボッといきなり手が生えてくるんで、だんだんこう顔の横がですね手の、形というかちょっと膨らんでくるんですね。で急に生えます。昨日の夜まで生えてなかったのに朝見たら生えてるっていう感じのぐらいの、勢いで手がポンと生えると。で足はですね徐々に生えていくんですね。足は、ちっちゃな足からだんだん大きく足が大きくなってくるんで、でだいたい足が大きくなりきったぐらいのところでですね手が生えるという形になります。で手が生えるとですね今度、今まで、オタマジャクシだった時はですねエラ呼吸してたわけなんですが、まあ、両生類なんでこれがこの上陸するとですね肺呼吸に変わりますので、水深があんまり深いと、肺呼吸できなくなっちゃうんですね。なので足が生えて手がもうちょっとで生えそうだぞという個体のですね水深は比較的浅めにしてます。で肺呼吸がねできるような形に浅くしてあげると。でさらに、手が生えるとですね今度、このプリンカップの壁をよじ登ってきちゃいますんで、手が生えそうだなと、もうちょっとあと1日2日で手が生えるぞっていう個体はですね、蓋付きの容器に変えてます。蓋付きの容器に変えてあげて、で、上陸できるようなね形の環境を作ってあげるっていう形をとってます。はい、それとですね、この子たち、この子なんかはだいぶもう大きくなってますね。もう足が完全に生えて、で今顔の横のところがちょこっと膨らんでると思うんですけど、これが皮膚の下にある手ですね。でこれが、皮膚を突き破って手が生えてくるという、もうこれはあと数日で、手が生えるんじゃないかなと思いますね。ちょっと水をね、水深を浅くしといてあげましょう。でこういう形で、手が生えそうな、もう上陸しそうな個体に関しては、水深をね浅くするという配慮をねしてあげた方がいいかと思います。もうここにちょっとね手が生えそうな個体とそうじゃない個体をちょっと入れ替えて、アマガエルとか日本のカエルに比べると、日本のカエルはですねもう2週間ぐらいでお玉から、上陸っていう形になりますけども、結構ヤドクガエルはですね時間かかります。上陸までにね。で逆に時間をかけて、ですごく狭い環境で飼ってるとですねちっちゃいうちに上陸しちゃうっていうこともあるので、最低このぐらいの大きさで、お玉を飼ってあげるとですね比較的大きくなるかなっていうふうに思います。あんまりちっちゃい、容器で飼うと、カエルたちっていうかお玉もですね結構危機感を感じて、ですぐ上陸しようとします。じゃあ、あとはですね餌をあげていきます。これはですね熱帯魚用の餌、熱帯魚で、草食系の、ね、熱帯魚用の餌ですね、クマノミとかそういったやつ の餌になりますが、私はこれで全てこれを使ってます。で結構これはですね最初、粉末状というかね粒状になってるんですけど、こうやって水に入れるとですねふやけて溶けるみたいな感じになりますね。でこれを適量こうやってですねそれぞれに入れて、で
そうすると、まあ、1日かけて、まあ、全部食べるという形ですね。で、もう足が生えて手が生えそうなものはですね、まあ、あんまり食べません。ちっちゃいうちは結構食べるんですけど、手が生えそうなやつはもうあんまり食べなくなって、で完全に手が生えて上陸するとですね、まあ、こういった餌は食べなくなるので、今度はまあ、虫とかね、ハエとかそういったものを食べるようになるんですが、上陸してから1週間ぐらいはですね、餌を食べないので、まずこの、お玉のうちにでかくしておくっていうことが生存率をね上げる、まあ、ポイントの一つになってくるのかなというふうには思いますね。はい、まあ、大体こんな感じでね、水替えをしまして、でその後こうやって餌を与えて、これが毎日のね、このお玉の管理の、ルーティンになります。まあ、これもだいぶもうあと数日でちょっとこのカップからね出して、で蓋付きの容器にね入れ替えないといけないぐらいの大きさにはなってますが、まあ、まだあと数日はね大丈夫かなっていう感じですね。でまあ、大体うちはですね、この今お玉の足がまだ前足が生えてない状況の子たちと、あとはもう前足が生えてる子はですね、まあ、こういったこれ昆虫用のスライダーですね、スライダーに下にこうスポンジみたいなねものを入れて、で水深をすごく浅くしてちょっとこう陸地を作ってあげてます。でこの子なんかはもう手が生えて、であともう尻尾がねだんだん短くなってるっていう状況の子ですね。これはマダラだったかな、これはマダラですね、マダラヤドクの、子になります。これはまだもうこういう状態だと餌食べないので、完全に尻尾の養分がね体に吸収されて、でまあ亡くなるまで餌は食べません。で尻尾がなくなっても1週間弱ぐらいはまだハエとか虫をね食べることができないので、今はこういう状態で放置しています。でこちらはですね、この子はもう完全に、上陸してですね、尻尾がなくなっている状況の子ですね。これはコバルトと藍染めのハイブリッドの子です。でもうこう陸地にずっと上がっている状況なんで、もうほぼ、水の場所はなくてもいいぐらいですね。もうちょっと湿るぐらいの感じにしてあります。でそこに黄色ショウジョウバエを、パラパラっと巻いてね、まあ、好きな時に食べられるような形にしてます。まだちょっと食べてない感じですけどね。この子もだいぶ色が出てきた感じですね。背中の黄色、あと手足のブルーっていうのが前に、生まれたね、ハイブリッドの子とほぼほぼ、色合いバランス的には同じような形になりますね。前に生まれた子はね死んじゃったんですよ。その後どうなったのかななんてみんな思ってるかもしれないですけど、死んじゃってですね、今はいません。でこの子はマダラの子ですね。だいぶ、この子は結構太ってるね、丸々とした、子ですね。で上陸するとね一瞬結構痩せます。でそこが第二の山で、そのまま餌を食べられなくなるとまたそこで落ちちゃうという形になるんですけど、できるだけねお玉の時に大きくしておくと、落ちる確率は少なくなりますね。でだいぶ背中もこの子は青くなってきてますね。マダラの黒い模様が比較的少ない子ですね。頭のとこだけ黒いのがあって、あとちょっと肩のところにもあるかな。全体的に青い個体になるかと思います。子供のうちまだね上陸したての時は色がねほとんど黒に近いっていうかなんですけど、これ上陸して数日経っていくとだんだんブルーが濃くなってきます。こんな感じでね餌が溶けて、でだいぶこうふやけて大きくなってると思うんですけど、これをねお玉が一生懸命食べて、で大きくなっていくという形になります。はい、
今日はね、うちの、ヤドクガエルのですね、オタマジャクシの毎日の管理っていうのをちょっとご紹介いたしました。今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。